皆さんこんにちは、神野崎サークスのサロンです。今日はですね、皆さん生き物の世界にいるとですね、例えば博士とか研究者とか学芸員とか専門家とか虫屋とかプロとかアマチュアとか、まあいろんな呼ばれ方をしている、ちょっとすごそうな人がいると思うんですけども、その呼び方のね、それは一体何なんだと。で、子供たちはそれはどれが一番すごいのかと、まあそういう質問を受けたので、それについて今日はお答えしていこうかなと思います。で、まず例えば専門家とか、虫屋とか研究者とかプロとかアマチュアとか、まあ、そういうのはですね、すべて総称です。総称っていうのは、まあ、勝手に呼んでいたり勝手に呼ばれていたり、なんかこういうことをやってる人たちのことを、ふわっと呼んでいる呼ばれ方で、職業の名前でもないし資格の名前でもないんです。総称なんですね。で、例えば僕であったら学芸員という資格と博士号という資格を持っている、で総称で言うと、まあ虫屋であり、まあ時に研究者だったり、そういう風な部類に入るんじゃないかなと思います。で、まあ一個一個やっていくとですね、まず、そうだな、虫屋っていうのは、まあそれも総称なんですけども、虫のことが寝ても覚めても好きで、虫を取りに行ったり標本を作ったり、まあそういう人たちの総称ですね。三度の虫飯より虫が好きみたいなね。で、僕の中でそうだな、なんか虫屋って言ってもいろいろ広いんだけども、まあ厳密なあれはないんですけども、ただ虫を取ったりとか飼育をしている人たちのことを虫屋っていう言い方あんまりしないかなと。で、標本とか作ったり、そうだ、標本を集める人になると虫屋っぽくなるかな。はい。で、飼育とかよりも採集とかをする人たちのことが、メインですね。そういう人たちを虫屋ってより言うイメージがあります。で、次は専門家。専門家っていうのはね、一番ふわっとした言い方ですね。別に大学の先生とか学芸員とかじゃなくても、例えば市民団体の生き物に詳しい人とかも専門家っていうこともあるし、あとそういう職業、専門ってか、なんだ、その生き物に関わる職業についてない人も専門家っていうような言い方もしますね。だから一番ふわっとしてて、なんだかよくわからないけど、なんか詳しい人のことを専門家って言っちゃったりもします。だからテレビとかでも、例えば何々の専門家っていう風に紹介されたりするけども、一体この人何なんだって僕から見てもよくわかんない人はたくさんいます。はい。で、次、研究者っていうのも結構ふわっとした言い方なんですよね。でも、まあそれも厳密な、定義があるわけじゃないんだけども、僕の中では、例えば論文を書いてたりとかすれば研究者、論文をなんか常に書き続けてる人たちは、研究者って部類に入るんじゃないかなと思います。でも例えば、それこそ大学の先生とかじゃなくても、学芸員とか、あとそれこそ学校の先生とか、公務員の人とか、会社員の人とかでも、そうやって論文を書いたりとか、学会に行ったりとか、学会に発表したりとか、そういう人たちはたくさんいるんですね。そういう人たちはみんな研究者っていうような総称で呼ばれるんじゃないかなと思います。で、ちなみに、学芸員とか、大学の先生とかは研究者っていうふうに、呼ばれますけども、まあ、その部類には入ると思うんですけども、実際に研究をしてないって言ったらおかしいね。論文とか、そういうのをもうあんまり
書いて、もう全然書かない人もいるし、昔は書いてたけど今は書かない人とかもたくさんいると思います。でもそれはそれで、そのいろんな役割があって、例えば学芸員だったら、保全活動をメインにやって、活動家みたいな感じでね、活動をメインにやってる人とかもたくさんいるし、観察会とかそういうのをメインで、環境教育みたいな教育的なことをメインにやってる人もいるし、だから本当はそういう学芸員だったらね、全部のこと、その研究も啓発的な活動も全部のことやらなくちゃいけないんだけど、まあ、その重きに置いてるものがみんなそれぞれ違うと思う。だから必ずしも、大学の先生とか、学芸員もは研究者という部類には入るかもしれないけども、研究者じゃない人もいると思います。はい、で次、あとね、そうさっき言った虫跡研究者っていうのは特にね、若い頃はね、虫跡イコール研究者だと思っちゃう人もいるんだけども、僕は虫跡研究者も別物だと思ってます。やっぱ虫屋っていうのもやっぱり生き物を取るのが好きな人たちなんですよ。で、取っていれば研究家って言ったらそうじゃないんですよね。で、僕自身も子供の頃からね、虫屋的な活動をしてきて、まあそういうのが、そういう人たちが研究者なんだっていうふうに思い込んできたんだけども、結構大人になって大学院とかになってから、あ、研究者っていう総称で呼ばれてる人たちはまた違う別な層なんだっていうのがに気づいたことがあったんですね。で、研究者の人たちはね、もう本当の研究者の人たちは研究するという行為がもう好きなんですよ。だからやっぱちょっと違うな、虫やイコール研究者じゃないと僕は思ってます。はい、で次、あと何があったっけ、プロとかアマチュアとか言いますね。プロとアマチュアっていうのはね、ふわっとした一番ふわっとした言い方のようなんだけども、これは明確な定義があると思います。プロというのは、例えば生き物の世界でにおいては、生き物の世界の生き物の仕事でご飯を食べている人をプロと言うと思います。そうじゃない人をアマチュアっていうと思います。だからそれこそ大学の先生とか学芸員とか以外にも、例えば NPO でこう生き物の活動で飯を食べてる人とか、市民、なんだろう、その自分で会社をやって、飯を食べてる人とか、あと例えばコンサルの会社の人とかね、まあ、いろいろいますけども、まあ、そういう人たちみんなプロっていう言い方をすると思います。そうじゃない人たちをみんなアマチュアだけど、個人的な活動としてそういう活動をしている人たちね、それが、プロのとアマチュアの明確な定義なんじゃないかなと僕は思ってます。あとなんだっけ、博士とか学芸員か、博士っていうのは、大学に行って、大学院に育ってきますね。で、大学院には修士課程、修士課程と博士課程、もしくは大学によっては博士前期課程後期課程というのがあるんですけども、博士課程もしくは博士後期課程のを、ちゃんと取得した人を博士と言います。博士号っていうんだけど、博士と言います。だからまあよく、武者博士とか、言いますけども、どこどこの武者博士とか言うけども、まあその厳密に言えばその博士号を取っていなければ博士ではないですね。はい、で学芸員っていうのも、大学に行って、資格を取る、要は資格ですね。で学芸員はですね、まあ、分かりやすい例で言うと、教員に似てますよね。教員先生になるためには、教員免許っていうのを取らなくちゃいけないんですけど、それと同じで学芸員になるためには学芸資格で学芸の免許を取らなくちゃいけないんです。でそのためには大学に行って単位をいっぱい取って、その資格を取得すると。ただ、学校の先生もと同じように、その免許を取ったからといって必ずしも先生とか学芸になれるわけじゃなくて、その後また各博物館とか水族館とか動物園とかに就職して、学芸を名乗れると、まあそういう資格です。はい、
そんな感じでいいかな。確かね、僕も子供の頃からいろんなこう呼び方で呼ばれているなんかすごそうなプロっぽい人たちはいたんですけども、まあよくよく考えてみればね、それって何なんだろうとかね。で今、大人になって分かると、あ、ただの総称だったんだ、ただのそういう風に呼ばれてるだけだったんだとかね、まあそういうのがたくさんありますね、はい、ということで、子供たちの素朴な疑問、これで解決することができたでしょうか。またそういう質問があればこう YouTube を通じて、お答えできるものはお答えしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん気軽にまた質問していただければと思います。では今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。